これはおかしいよと。YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、12月もね、半分過ぎまして、今年も残すところ2週間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、いや、これはひどいなと。もうね、呆れを通り越してます、本当に。モノモス動画なんですけれども、まずはこちら見てください。ブラコさんのツイッターですけれども、テクニカルダンジョン、裏白の限界、濃紺に新フロア、裏マロンの支配者、登場と。これはいいんですよ。ああ、やっと来たかと。これ自体は問題ありません。その下です。さらに、一度きりのスペシャルダンジョン、魔王チャレンジ、制限時間60分を見事クリアされた方には、称号魔王を後日贈呈しますと。確かに、前回称号来たじゃないですか、魔王の称号。で、プロデューサーも言ってましたよね。今後もなんかいろんな方法で配る方式なんかやりますよ、みたいなこと確か言ってたと思うんですよ。まあ、それはいいんですよ。いいんですけど、この魔王、実は、読み解いた限りではですね、人数制限ないんですよ。え？まあ、もちろん時間制限と、日にちの指定ありますよ。12月17日のメンテナンス後から12月19日土曜日の23時59分までという期日はあります。で、しかもその裏マロを60分以内にクリアしなきゃいけないという条件はあります。前回のマロの条件と何が違うかって、マロは1000人でしたよね。ただ、マロ最初出た時は何の情報もないです、僕ら。本当に新しいダンジョンなんで。その中で先着1000名という難しさだったんですよ。あんなのクリアできる人なんて限られてますし、相当な手だれでないとクリアできません。ただ今回どうですか？いくら裏とは言え、もう一度情報出ている魔牢の裏番です。一度クリアされているダンジョンの上位互換ではあります。ただやはり一度情報は出てます。全く何が出てくるかもわかんない、右も左もわからないダンジョンというわけではないんですよ。おそらく相当難しく仕上げてきているんでしょうけれども、ただ違うじゃないですか。そうなると前回魔王のね、称号を取れた人と、今回の称号を取れた人を一緒にするべきではないと思うんですよ。まあもちろん同じ魔王という称号でもいいですよ。ただ前回の人たちの称号を例えばなんか光らせるとかさ、枠をちょっと変えるとか、区別するっていうのは必要なんではないかなと。別に僕が魔王を取れてるわけじゃないですよ。取れてなくたってわかりますよ、これは。いや、これ自分だったら嫌だなって。僕のね、もう心の友である魔王からも意見をいただきましたよ。もう怒りを通り越して呆れだと言っておりました。そりゃそうでしょうよ。ね、先着1000名目指して、頑張ってクリアした、ね、石割ってクリアして、やっと手に入れた魔王、今回は人数無制限ですと。それを言われちゃ、もう魔王の価値も下がりますよ。もちろんすごいですよ、魔王を取ること自体は。取ること自体はすごいですけど、最初に取った1000人に対してのリスペクトとかないんですかっていうことを、僕はすごく言いたいなと思います。これはね、やっちゃいけなかったんですね。別な称号を別に用意してもいいんじゃないですか。魔牢だから魔王でしょっていう安易な考えじゃなくてもいいんですよ。これはちょっと僕は、すごく、なんでかなって、おかしいなって思わない人いるのかな、これ。前回魔王取れなかったからやったってなる人もいるかもしれませんけど、実際取れてる1000人の魔王の人たちはすごい人たちね、パズラに課金もしてる人も多いでしょうし、すごいユーザーが多いと思うんですよ。そんな中、殺し打ちがちょっとないんじゃないかなと僕は思いました。ガッホさん、もう、新しい証拠出してもいいと思いますよ、本当に。僕は今回それがちょっとどうかなと思ったんで、この動画を撮らさせていただきました。皆さんもね、いろいろ意見あるかと思います。それちょっとコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。こんにちはね。